おはようございます。今日2月の5日金曜日でございます。そう、この間ビログの最後に言ってたけど、髪の毛染めるって言って染めました。ちょっとね、根元が若干明るくなってて、わかるよねこの辺ね。多分なんだろう、時間が足りなかったのかな明るくなっちゃったんだけど、まあこの辺はまた次回やった時にちょっと綺麗になればいいかなと思うんだけど、なんかアッシュでやったんだけど、あんまりこの部屋からあんま、なんかなんていうの、アッシュ感はあんまなくて、まあ普通のブラウンって感じになったんだ。一応ね、レベル5っていうやつでやったから真っ暗じゃないんだけど、まあ今染めたてだからね、だいぶ黒く入ってますけど、でもいい感じに染まりました。黒くはしたかった、暗くはしたかったから、色的にはね大満足なので、まあこれからちょっと落ちて少し明るくはなってくると思うんだけど、久しぶりに、久しぶりでもないか、この間青する前はまあまあ暗かったから、で青して、でその後ちょっと明るい色、久々に明るくしたからね、ちょっと楽しもうと思って明るくしてたんだけど、色が落ちてきちゃって、なんかヤンキーみたいな感じになっちゃったから、早く色入れたかったのでね、黒くなりまして、しばらくはねこれで行こうと思っております。相変わらずもちくんはいつものスポットでめっちゃ可愛くないここでね、窓の外見ながらお昼寝したり、ワンちゃん眺めたりしてますね。そう、久々にねこのレモンの成長をお見せしようと思っておりまして、ちょっと下の方は枯れちゃってるというかな感じでね、茶色くなってる部分はあるんだけど、意外にすくすく育ってくれてるかな。まあ時間が経ってるからね、もちろん大きくなるの当たり前かもしれないんだけど、一応まあ育ってくれてるかな。最近でもちょっと冬だからね、成長が少し遅いかなって感じもするけど、新しいのも出てきていい感じでございます。なんか葉っぱもすごいしっかりしてね、この子が一番大きいかな。でこれが2番目かな。こっちはでもちょっともうなんか葉っぱが全部落ちちゃって、ここにねちっちゃいのが出てるんだけど、もう無理かなーって気はしてます。であとこれね、これもでも葉っぱがあんまり大きくなっていかないから、まあちょっと様子見で、一応育ってはいるね、この辺に芽が出てるので大きくなってくれてはいるんだけど、こっちほどじゃないので、まあちょっと様子見2番目って感じの子ですね。で一番最後ちっちゃいのがこの子で、これがあんまり育たなくてね、多分でも鉢がこのなんていうの、こういうさクレーの鉢なんだけど、多分これが水はけが良すぎるのか、すぐ乾燥しちゃうから、この子ちょっと水あげないといけないんだけど、それの影響なのかなかなか育ってくれないからね。まあ種によってね、その成長具合の違いってあるから、まあ、何個か植えて良さそうなのを育てていくっていうのが方式だとは思うんだけど、私も初めてなのであんまりよく分かってないけどね。なのでまあでもこの子が頑張って育ってくれてるので地道に育ててます。ちょっとこのね茎の部分が若干ちょっと黄っぽくなってきたんだよね。白いラインがピピピって出てて、かなりしっかりしてきたので楽しみですね。まだでも鉢もこんなに変えなくていいかなと思うので、もうちょっと大きくなってから、あとはまあ外に出した方がいいのか家の中で育つのか、その辺もちょっと分かんないから、まあいろいろねサイトで調べたりはしてるんだけど、アリゾナの日差しで果たして大丈夫なのか、なんかシェードみたいなのかけないといけないから、今年の夏ちょっとねどうしようか考えております。もうすぐお昼なので、今日は昨日のね夕飯の残りのスープがあるから、今日のお昼は昨日の残りと、まあパンかなんか焼いてね食べようかなと思います。お昼ご飯ね食べ終わったんですけど、ちょっとこれからターゲットに行ってきます。この間スーパー行った時に芳香剤を買おうと思ってたんだけど、忘れちゃって買ってなかったので、ちょっとターゲット行って、ダラツリーでもいいんだけど、トイレの芳香剤と普通のお部屋の芳香剤が欲しくて、どうしようかな。まあとりあえずターゲットかな、行ってこようと思います。この間雨降ったから案の定雑草がめっちゃ生えてきてしまった。そろそろやんないとダメだね、枯らすやつやんないとダメだね。はい、ターゲット到着しました。ということでちょっとね一買い物してこようと思います。
はい、お買い物して戻ってきました車に。とりあえず欲しいものは買えたのでお家に帰ろうと思います。今日も半袖だけどめっちゃ暑い。特に車の中めっちゃ暑いので、ちょっと窓開けてね帰ろうと思います。はい、お家帰ってきまして、もうちょっと部屋着に着替えちゃったんですけど、ターゲットでね買ってきましたので、まああの芳香剤をね買いに行ったので、まあ、それぐらいしか買ってないんだけど、ほぼね。とりあえずこのエアウィックの、いつも使ってるねエアウィックの、何の香りなんだろうこれ、パパイヤ、違うな、マンゴーかな。サマーデライツって書いてある。ホワイトフラワー、メロン、バニラフレグランスって書いてありますね。これのねちっちゃいパックのやつで、あの匂いが試せるステッカーがついてるので、匂い嗅いだら結構いい香りだったので、のお得用のね5個入ってるやつ、これで9ドル99なんだけどね、1つ買ってきました。まあお部屋用と、まあ、キッチン1個つけたいなと思ってます。はい、でさっきも多分見せたと思うけど、このグレードのこういうトイレの芳香剤的なやつのね、クリーンリネン1つとこのハワイアンブリーズを2つ買ってきました。まあこれはお手洗い用にと、あとこれはシューズクローゼット用の、あの香りにしました。あんまりなんかお花っぽいやつだといまいちかなと思って、ちょっとこの柔軟剤っぽいクリーンな香りのがいいかなと思ってるので、あの靴箱はね、はい、靴箱用とお手洗い用に買ってきたのと、あと最後あのブリーチのなんだっけトイレのやつがもうなくなりそうなので一つね買ってきました。スクラビングバブルのなんか泡立つブリーチジェルってやつなんだけど、まあこれがすごいいいのかどうかわかんないけど、まあ普通に使えてるので今のところ、うん、これ使ってます。まあ泡立つって言ってもそんなもこもこ泡立つ感じではないけど、まあブリーチ入ってるし、はい、とりあえずこれを使っておりますので、同じのをね買ってまいりました。それぐらいかな。まあ今日はもうそんななんか本当は芳香剤と必要なものしか買ってきてないので、これぐらいでございます。とりあえず1個玄関入ったところにやっとこうと思います。午後のコーヒータイムにしようと思います。アイスでね。帰ってきてからなんやかんややっておりまして、ただいま7時ございます。今もちくんと遊んでめっちゃ息上がってるのに、お昼のスープ、昨日の残りのスープね、まだちょっとだけ残ってて夕飯に食べそうなので、今日は一日同じ昨日から同じご飯ですけど、まあ、いっぱい作っといたからね、多分これででももう終わるかなと思うので、今日もね夕飯はスープにしようと思います。久しぶりにあったかいお茶を食後に入れました。グリーンティー、めっちゃグッドモーニングのカップだけど、外出て飲もうかなと思うんだけど、寒いかな、寒くないかな、大丈夫そう。ちょっと肌寒いですね、半袖だと。多分トレーナーぐらいでちょうどいいと思うんだけど、あっちのパーゴラの方は多分この間雨降ってね掃除してないから汚いので、テーブルの横に座っております。お茶飲みながらね、ちなみにもちくんもう外に出ております。なんか聞いてるね、多分ご近所さんがお庭でお話ししてるのを聞いてるのかもしれないけど、めっちゃ真剣に聞いてますね。のちくんも4月で5歳になるんだよね。めっちゃ早いね、月日の流れってね。まだ飲み終わってないけどお家入りたいみたいなので、私もちょっとね肌寒いのでお家に入ります。はい、ということでただいま時刻12時43分ですね。ちょっと遅くなっちゃいましたけれども、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。ということでまた次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。